こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。なでしこジャパンが10月26日の親善試合に向けて合宿が行われている。初日は9人と国内組中心に集まりましたね。半数以上が海外クラブに所属している関係上、合流に時間がかかるのは仕方ない。それだけ国外で活躍する選手が増えたってことだ。そして2日目は23名全員が集まった。予定より早く23人全員集合、なでしこジャパンが合宿2日目を実施。ディフェンダー熊谷咲、日本でプレーできるという喜びを忘れずに。日本女子代表なでしこジャパンは22日千葉市内の高円宮記念 JFA 夢フィールドでトレーニングを行った。26日の韓国女子代表戦に向けて準備を進めるなでしこジャパン、当初の予定よりも早く23人全員が揃い、練習組とリカバリー組、室内組に分かれて約50分間にわたって汗を流した。合宿2日目は小雨が降る中スタートした。はじめの15分間はディフェンダー小山忍、ユールゴーデンとミッドフィールダー塩越ゆずほ、浦和の室内組を除いた21人でジョギング、動的ストレッチで体をほぐし、そこからそれぞれのメニューへ。ディフェンダー熊谷咲ローマ、ミッドフィールダー長谷川唯マンチェスターシティら海外組12人はリラックスムードの中リカバリーメニューをこなした。練習はフィールドプレイヤーとゴールキーパーに分かれて行われ、フィールドプレイヤー組は合宿初日から参加するディフェンダー森谷雅、アイナック神戸が6人に、昨夜到着したというフォワード松久保真中、ノースカロライナカレッジを入れた計7人。松久保は、今日合流した人よりも丸1日寝れたので。とし、自ら志願して加わったという。フィールドプレイヤー組のトレーニングは内田篤人コーチ主導で行われ、ゲーム要素を入れたロンドや対面キック、シュート練習などで体に刺激。内田コーチからは、リカバリー組とは違うから、メリハリを持ってやろう。といったポジティブな声がかけられた。ゴールキーパー組は西入俊博ゴールキーパーコーチのもと、ゴールキーパー平尾千佳、アルビレックス新潟レディースとゴールキーパー大熊茜、アイナック神戸がボールを使ったトレーニングを行った。基礎的なキャッチングから始まり、アジリティ要素を入れたセービング練習、徐々に強度を上げていき、最後はフィールドプレイヤー組のシュートを受けた。練習後、報道陣の囲み取材に応じた熊谷は、完全に新チームまでとはいかないがと、新指揮官が決まっていない状況に言及しつつ、個人としてはフレッシュな気持ちでいると、再スタートへの思い、どんな監督になっても目指すべき場所としてこの場所、代表は変わらないと強調し、代表の服を着て日本でプレーできるという喜びを忘れずに今回の韓国戦を戦っていきたいと意気込みを語った。合流直後の選手はリカバリー組になってますね。本格的トレーニングは3日目以降だな。塩越選手も招集後すぐに合流できたようです。浦和から千葉はすぐだ。急な招集だったとは思うが、スムーズに参加できたと思う。怪我や体調不良者が出てちょっとバタバタしちゃいましたね。仕方ないさ。怪我も体調不良もなりたくてなってるわけじゃない。むしろなぜこのタイミングなのかと本人は悔しいと思ってるさ。そうですね。早く良くなってほしいです。さて、この週末の試合は親善試合だ。しかも監督は暫定監督だ。この試合に招集された選手はこの試合をどう捉えているんでしょうか？なでしこジャパンの司令塔ミッドフィールダー長谷川唯は韓国戦の先を見据える。より自分たちがやりたいことをできるように。今夏、これまでの海外組に加えて多くの選手たちが海を渡った。国立競技場で26日に開催される韓国女子代表戦は、そういったなでしこジャパンの選手たちを生で見ることができる機会。選手たちも日本サポーターの前でプレーすることを楽しみにしている。世界最高峰のリーグで活躍を続けるミッドフィールダー長谷川唯、マンチェスターシティもその一人だ。日本で試合をできるということで、いろいろな人に見てもらえるチャンス。日本サポーターの方々と関われる機会が少ないので、見てもらってこういう風になりたいと思ってもらえるようなプレーをしたいと笑みを浮かべた。一方でサポーターからの不安の声も理解している。日本女子代表は8月に池田太前監督が退任してから今回の代表活動までに新指揮官が決まらなかった。韓国戦に限っては日本サッカー協会の佐々木則夫女子委員長が監督を代行、年内での就任発表を目指しているという。長谷川は、新監督が決まっていない状況というのは、周りの人から見てもこの合宿どうなんだというところはあるかもしれないとしつつも、今このチームが始まったということには変わりないときっぱり、監督がどうこうというよりは自分たちができるサッカーを見せられたらいいなと思うと日韓戦に向けて意気込みを語った。その韓国戦の先に新生なでしこジャパンの真のスタートがある。長谷川はこれまでの戦いぶりを、目指すサッカーの目標がある中でもやはり厳しい試合が続くと自分たちがやりたいようにできず、相手に合わせて相手の良さを消すためにどうするかということをやってきた
と振り返る。その上で、日本の目指すサッカーというのは今までと変わらないと思う。より自分たちがやりたいことをできるように積み上げていかないといけないと今後に目を向けた。長谷川選手が言うようにワールドカップからオリンピックまで厳しい試合、具体的に言うと北朝鮮との最終予選、強豪揃いの CB リーブスカップやオリンピック本戦、強豪国との試合がほとんどでしたね。この1年で戦い方を変化させるには正直時間は足りない。必然的にメンバーや戦い方も固定されてきた。個人的には怪我人が出た時にもう少し選手を試してほしかったとは思う。しかし今回は特に縛られることは何もない。極端に言えば大差で負けない限りは何をしても良い試合だ。佐々木委員長が言う理想のなでしこ像、長谷川選手が思い描く自分たちができるサッカー、イメージが共有されて、この試合に理想に近いプレーができれば、新監督へのプレゼンになるのだと思う。うまいこといけばいいんですけどね。その新監督の選定ってどこまで進んでいるんでしょうかね。なでしこジャパン監督に逆オファー殺到。宮本会長が現況説明、なりたいという人が多い。国税庁の広報大使に任命。日本サッカー協会 JFA は10月22日国税庁から広報大使に任命され、宮本恒安会長が道庁で行われた任命式に出席した。税への周知を進めると決意表明した一方で、なでしこジャパンの監督人事についても明かした。なでしこジャパンは26日に国立競技場で行われる国際親善試合、韓国代表戦に臨む。佐々木則夫暫定監督が指揮を取り、現在行われているトレーニングでは千田篤人コーチがスポット参戦。イベント後の取材対応で宮本会長は次期監督について言及し、なでしこの監督になりたいという人は結構多くて、そういった方たちと話をしていきたい。そういった意味ではステータスが上がっているんだなと思いますし、最適な人が誰なのか時間をかけて選ぶ作業かなと思っていると、国内外からの逆オファーの現状を明かした。来年3月には CB リーブスカップが控えるため、年内に選べたらと協会の意向を説明。残り2ヶ月で精査していく。この日の任命式では、国税庁の奥達夫長官から E-TAX キャラクターの E-TAX くんぬいぐるみが贈呈され、宮本会長は特別ユニフォームをプレゼント。宮本会長は、税は社会を発展させるために国民が納める会費みたいなもの、いろんな場所で伝えていきたいと、広報活動についても意欲的に話していた。宮本会長、国税庁の広報大使ですか。会長ともなるとサッカー以外にもお仕事あるからな。大使の役割をこなしながらもサッカーの PR もしてほしいところだ。私、監督なりたいですっていう人案外多いようですね。今の日本代表は男子も女子も、率いてみたいと思うほどの選手層はあると思う。ただここで必ず問題になってくるのは監督の年俸だ。結局先立つものですよね。いくらやりたいと手を挙げてくれても、ただでとは言わないが格安でやってくれる人はいない。名のある監督であればなおさらだ。内緒では触れないですよ。今ある予算の中でいかになでしこにとって最良の監督を依頼できるか、宮本会長の手腕が問われている。何しろ宮本会長は女子ワールドカップの日本招致を狙っているからな。誘致活動するにも代表の活躍なしに優位には進めない。日本国内での誘致の機運も高めるためにも、代表が強くなければ一般市民に対してアピールしにくい。そういう意味で大事な一手となるのは間違いない。今後の主だった試合は春の CB リーブスカップまでない。そこまでしっかり選定して協会が納得できる監督と契約してほしい。どんな人が監督になるんでしょうね。なでしこには魅力的選手がたくさんいますよ。この選手たちと世界一に挑戦したい監督さんお待ちしています。とここまでで締めようと思ったが、3日目の全体練習の様子が入ってきた。フォーメーションにも触れている。なでしこジャパンは23人全員がフルメニュー消化。11対11で442布陣の攻守調整。練習後はアパ社長カレー贈呈式に参加。日本女子代表なでしこジャパンは23日千葉市内の高円宮記念 JFA 夢フィールドでトレーニング3日目を行った。前日に揃った23人全員が練習に参加し、26日の韓国女子代表戦に向けて約1時間半にわたって汗を流した。前日はフィールドプレイヤーの中で練習組、リカバリー組、室内組に分かれていたが、この日は全員が同一メニュー。ウォーミングアップを終えると、3色のビブスに分かれてゲーム要素を入れたロンドを行った。最後の30分間はゴールキーパーを入れて11対11。両組ともに4、4、2の布陣を敷き、コーチ陣から攻守それぞれに指示が入りながら、時折4、1、4、1に変えつつ微調整をした。4バック採用してきましたか。オリンピックまでの3バックと異なる布陣採用してきましたね。佐々木委員長の監督時代は4バック採用してたからな。4バックも3バックもできるメンバー構成だから、どちらもありだと思う。ビブス組とビブスなし組は上記の通りです。どちらかというとビブスなし組の方がワクワクする。個人的にはどうしても谷川選手が気になるからな。
そこにアンダー17でチームメイトだった松久保選手と小山選手、それから古賀選手が入っている。右サイドは昨年浦和で鉄板だった清家選手と遠藤選手の組み合わせだ。コンビネーション的にもとても良いと感じる。合宿の中で良い組み合わせを見つけて韓国戦で披露してほしい。ご覧の皆さんはどんなスタメンを見てみたいですか？コメントで教えていただければ幸いです。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。またこのニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。